ごきげんよう、タケタケボンドです。前回ね、タコなんとかクリアしたんで、今回はネズミからなんだけど、12面まで進めときました。やっぱ全部ゲーム実況するとね、長くなっちゃうんだよね。最初と最後だけやっとこう。さあ、じゃあネズミで、まあこのね、この餌を食っていくという、これでも前回と似てるね。似てるっていうか同じだね。最初の方はまずはアリを食ってって、その次はフンっていうことかな。うわ、ここ大量にいるじゃん。すべてよく、アリを食うネズミ、想像してみてください。いや、家に欲しいよね、こういう。なんかいろんなもの食ってくれる、ゴミとかね食ってくれる、なんかネズミとか家で飼ってたらさ、なんか部屋いつも綺麗になってそうだし、これ一家に一匹は欲しいところだな。お、もらいます。おいしい。いや、いいねいいね。ふんふん転がした。ふんいけたね。さあ、こっからだよ。徐々に成長していって、ふん転がしもいけるんじゃないか。どこだ、消えたね。あれどこ行った。そろそろふん転がしも食って、さらなる成長していきたいんだけど。来たぞ。かしって、かしっていう音ね。よっしゃ、広がった広がった。さあ、こっからだね。こっからふんやふん転がしを食っていって、親ネズミに、雲ってことだね。いやー、まずは地道にこう、食っていくしかないか。ここでも前回と同じだからカット。さあ、ここでネズミ来ました。いいねいいね。こっからね、こっからネズミをちょいちょい食いつつの、クモ、いけた。広がったね。いいよいいよ。ねえ、これ、どこまで成長するか気になるよね。確か前回はここら辺で終わったんだけど、今回限界はどこまでなんだろう。最終進化が楽しみだ。さ、おっと、アルマジェロももう少しかな。さあ、まだ無理か。いやー、でもいずれ人間来るよね。恐るべく。よっしゃー、アルマさらになる広がりを見せた。なんか動物がいっぱいいるね。これいずれすべて食えるってこと？楽しみだな、ちょっとこれ。あのね、人間もいる。人間に恐ろしいネズミというのを見せてやらないと。さあ、しっかり、まだでも、アルマジロとこの草なんだよね。いって、うわ、カバにやられた、ちょっと、やばい、カバにやられたな。許せない、いつか食ってやるカバ。この、お、人間。やべ、カバ、バカ美味しい。あ、間違えた。カバ美味しい。いいよいいよ。さあ、人間にカバ、その次は、シマウマかな。あれ、カバ、あれ？え、これカバだよね。カバより、シマウマがでかいんだけど。あ、これカバじゃなくて、イノシシか。イノシシね。イノシシ。で、シマウマね。オッケーオッケー。おっと、ゾウや、車がいるんだけど、このね、アフリカに、かわからないけど、この、自然溢れた世界に車がいるんだけど、許せない、全く人間。車ってね、結構環境に悪いガスとかも出してくるからね。許せない、もう、絶対食ってやる。絶対あの車食ってやるからな。もうね、人間と来たらね、もう人間の住む場所ばっかで、動物が住む場所がなくなってきてるんだよね。絶対もう許せない。世界に恐怖を与えてやる。さあ、その前にまずは動物を食っておこうか。いてー、やられた。うわ、今、車に轢かれたんだけど、許せない。え、待って。キリン、いけたね。キリンの丸飲み。ネズミがキリンの丸飲みするなんて初めて見た。
え、待て、これやばくない？とんでもなく成長してるぞ。まるまる太ってきた。広がったね。さあ、ゾウ、ゾウも。あ、これ、まだ子供ゾウしか食えないんだね。親ゾウはまだか。じゃあ、とりあえず子供ゾウからどんどん食って、てか、ゾウサイズのネズミって、これやばいよ、この人間め、車、よし。車も食えるサイズだよ、待て。ここら辺の草もしっかり食ってって。いいね、いいね。餌だらけ。さあ、お、壁もいける。え、飛行機。もう何でも食ってるな。まあ確かにね。肉や野菜だけじゃ、栄養がちょっと足りないからね。ちゃんと鉄もしっかり食っておかないとね。これが最強の、この恐ろしい、見て、今の受け、やば、これ、この受け。これだからね、最近のネズミは気をつけてください。ネズミたらすぐに潰してね。小さいネズミは、成長するとこうなるからね。最近のネズミやばこれ、この動き、早くない？でかいとね、動きもノロノロするはずなんだけど、これ、もう100キロ普通に出そうだな。いやいや、このね、ちっちゃいのもいるけど、この建物まだか。いや、この建物の塊、これ早く行きたいな、まだか。あれ？来た来た！うわぁ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 ！今までで出したことがない声が出た。初めて出す声出たよ、今。いやー、お新ステージ8、来たか。早速やっていこう。1ステージだけね、今回やっていこうかな。あ、これがあるんだね。蜂を飼ってる人かな？蜂が大量に。あ、蜂1匹取ったね。これを実験にでも使おうか。人がやってきた。実験に使うなんてよくない、やめなさい。ガチンって割ったね。あ、これで一匹脱走したってことか。え、リアル。え、なにこれ、急にゲームが変わったみたいなリアル。え、これ花の蜜を食べるってことね。まずは、おいよいよ、花の蜜は取ったら、また時間が経ったら蜜が出てくるんだね。よし。でもこれ成長するのかな？蜂だけど。まだ今ちっちゃいよね、全然。この、なんだ、今飛んで黒い、アリか、羽アリか。羽アリサイズの蜂。全然ちっちゃいなぁ。まだまだ。だってこれ見て、この、でかい蜂。これぐらいになりたいよね。あ、こっちにもあった花が。よし。しっかり食って食って。あー、でも、成長、ちょ、来たか？あ、あり来た！よっしゃー！いて、くそ！あ、くっそ！このでかい蜂、許せない。攻撃されたんだけど、僕は平和に行きたいのに攻撃されたんだけど、今。絶対、将来食ってやる。大人になる前に子供のうちに食ってやる。このでかい蜂。さあ、その前にまずは、黒アリを食う。黒羽アリを食う。アリってね、オレンジジュースの味がするって知ってた？意外とアリ美味しいんだよね。いやー、でもね、オレンジジュースだから、ま、蜜とそんな味は変わらないよね。花の蜜と。いや、いいね、おいで。蜂もね、焼くと美味しいんだよね。あ、でも毒あるから食べちゃダメだよ、蜂は。蜂の幼虫は食べていけいいと思うけど。ね。さあ。いや、でも、鳥がいるね、今度は。この鳥、蜂鳥かな。名前、蜂つけてるけど、鳥なんだよね。
蜂と鳥どっちっていう名前だな。もう本物の蜂はこの僕一人で十分だ。絶対食ってやるこの蜂鳥。もう蜂か鳥かどっちかわからないからね。絶滅させよう蜂鳥は。全部食ってもうね、この世界この蜂だけで十分だからね。いた、今攻撃するな。やばい、絶対見ていて。絶対許さない。もうハチドリどうやって食おうかな。焼いてもいいし、ソースをつけてもいいんだけど、僕はそのまま食うんだよね、ハチドリ。ハチドリを食うハチってとんでもないサイズだな。いや、何このデカさのハチ。将来が楽しみだね。1ステージから結構サイズでかいね。まだこれ最初のステージなんだけど。え、次は花。昔は花の蜜を吸ってたのに、今は花をそのまま食います。うおー、さらにこっちもうおーという感じね。綺麗に一つ残らず食ってくよ。さあ、おオウムかな。飛んでるね、新しい鳥が。ドローンも飛んでる。これはリンゴかな。栄養はしっかりとっておくからね。もうやっぱね、鉄でも食わないとね、体頑丈にならないからね。蜂といってもね、いろんなもの食べないとね、生きていけないから。このサバイバル生活ね、時にはね、人間も襲ってくるからね。このサバイバル生活、人間より強く育たないと。蜂だけど、もういつか人間も食ってやるって、そんな感じにならないとね。蜂だけど、来た、ドローン行きます。ドロ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 、クリアできた、よかった。もうこの蜂恐ろしいな。ドローンまで食べてしまうなんて。みんなはドローン食ったことある？人間は食べるものじゃないからね、絶対食べないんだよね、ドローンは。ただし、この動画を見てる蜂さんに言っておく、ぜひドローン食べてね。ドローンね、鉄とかいろいろ詰まって美味しいから。いや、美味しくはないと思うけど、栄養は。僕は今日この10分間一体何を言ってたんだ。まるでイカれてるやつみたいな感じだったかもしれないね。とりあえず今日はこの辺で終わります。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。バイ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 。